コナミカ。サッカーって素晴らしい。皆さんこんにちは、ジョン・カビラです。本日お送りいたしますのはコナミカップ初戦に向けてイドッティ。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。シャマルティン、前評判では圧倒的有利とされているんですが、どうでしょうね。前半戦開始の笛が鳴り渡りました。フラビオ・コンセイソン、ボールを回してミチェル・サルガド、ボールが返ってきてフィーゴ、メグリ、オリーブ、ロカテリ、ボールをトラップ。これでカードが出されるんでしょうか。しかしカードは出ないようです。危なかったですね。ラケレレ、ジダン、ジダン、フィニッシュまで持っていけるか。このボールをカット、このボールをクリア、そしてヘッドでつなぐ。エルゲラ、ロベルト・カルロス、ジダ、ロベルト・カルロス、パスを回してパス、イエロ、さあかわせるか。ビーゴ、中に上がってきている選手が少ない。さあボールを奪った、仕掛けるか、体を入れてくる。クルス、ザッカルド、アモローズ。パスか、自分で行くか。アモローズ、ネルバ、スペースへ出せるか。フォローが欲しいところ、ヘディングで跳ね返された。ダウール、フィーゴ、ミチェル・サルガド。シャマルティン、今日の立ち上がりご覧になっていかがですか。かもなく不可もなくといったところですかね。はい、チャンス、しかし決まらなかった。思い切って打つことはいいことですよ。はい、次に期待しましょう。そしてボールを前に、見事なインターセプト、仕掛けるか、スローインです。この位置から上はなりません。プレーオンです。前半の15分が過ぎました。上がっていく、ロナウド、スルーパスは、さあ先制点のチャンスになるか。メグニ、バノール、クルス、パスか、自分でいくか。パス、カステリー、つないで、倒してしまいました。縦にボールが出ました。繋いで左サイド、フラビオ・コンセイソン、フィーゴ、ボールを運ぶ。マケレレ、ラウール、ジダ、パースを繋いで、ラウール、ネルバ、ここでパス、このボールを奪って、さあかわせるか、仕掛けます。タッチラインを割りました。スローインから、先制点のチャンス、フィーゴ、ポストプレーから狙いますよ。ロナウド、前半25分、見事な先制点。いやー、このボールは素晴らしかったですね。中西さん、いかがですか。これで硬さが取れてくると思います。
そうですか。サマルティン、いいところで先制点を挙げました。中西さん、いや素晴らしいゴールでした。これで落ち着いて試合を進めていけると思います。そうですか。トラップして仕掛けるか、サイドから中に入れてきた。中へはいけませんでした。ヘディングシュート、グラビオコンセイソン、シャマルティン、積極的な中央突破が功を奏しているようですね。うん、相手が修正してくる前にしっかり叩いておきたいですね。そうですね。フィール、グラビオコンセイソン、フィール、手元の時計では30分が過ぎようとしています。フィール、ロナウド、スライディングタックル、ファールにはなりません。バノウ、もう一度スローインです。シャマルキン、中はちょっと少ない、これはクリアします。イエロー、フィーゴ、パスをつなぎます。パスか、自分に行くか、カットして、さあかわせるか、仕掛けるか、さあ前線につなぎたいところ、スローインとなります。スローインからバノール、カステリーニ、ボールをもらってバノール、スローインが続きます。さあスローインからフォローが少ない、ドリブルで上がって右サイドから攻めていきます。ラウール、ロナウド、オープンスペースをつけるか、スペースはつかせません。しのぎます。抜群の安定感ですね。はい、後ろにそらしませんね。ボールを回してパスか、自分で行くか、カステリーニ、パラマッティ、パスを回して縦に出した、いい位置にいました。ロベルト・カルロス、ロナウド、フィー、さあかわせるか、バノウ、パラマッティ、セカンドボール、どうだ、当てた。キーパー素晴らしい反応でしたね。そうですね。さあコーナーキック、チャンスになります。水がつないできた、一旦預けて、ボールはゴール前、ポストに当てて、ロカテリル。前半終了の笛が鳴りました。前半戦を終わりまして1対0、シャマルティン1点リードで前半を折り返。さあ後半開始です。中西さん、後半戦について何か一言ください。チームとしては早く追加点を取ってゲームの主導権を完全に握りたいでしょう。そうでしょうね。胸でボールを受けます。仕掛けるか、カステリーニ、縦への大きなボール、これを胸で落とします。おっと、オフサイドです。これは戻りオフサイドですかね。ヘディングでつないでラウール、これをインターセプト、パラマッティ、ザッカルド、ボールはタッチラインを割りました。さあこの位置から抜かせません。ジダン、ラウール、コース入ってますよ、狙ってきた、これが決まった、ゴール、後半開始早々リードを広げた。しかしすごいシュートでした。うまく持ち込んで決めてきましたね。中西さん、この突破は見事だったと思います。シャマルティン、さらにリードを広げましたね。中西さん、はい、ただ油断せずにしっかりとボールをコントロールして試合を支配してほしいですね。そうですね。負けれで、すんごい競り合い、ラウール、負けれで、フラビオコンセイソン、フラビオコンセイソン、ラウール、ラウール、フラビオコンセイソン、
フラビオコンセイソン、いいよ、これチャンスですよ。スルーパスを出してきた、インターセプト、大きくクリア。これは厳しいチェック。ボールを受けてパスか自分で行くか。カステリー、大きく前方へ。後半立ち上がりですが、中西さんいかがでしょう。まだ依然としてビハインドなんですが、時間は十分あるので期待できると思いますよ。はい、見てまいりましょう。中央突破だ。打ってもいいんじゃないですか。ここでやってしまった。 PK です。さあ、これは外せません。来た、いいゴール。サマルティ3点差でこの後どう戦うべきでしょうか。中西さん、リードが大きいとえホイッスルが鳴るまでは分かりませんからね。しっかりとボールを支配したいですね。はい、ザッカル、パスをつないで、ザッカル、オリーブ、アモローズ、さあかわせるか、どう動くか。ザッカル、パラマッティ、受けてメグリ、インターセプト、フラビオ・コンセイソン、ロナウド、さあ通るか、ポレオトラップ、いいゴ、ロナウド、ここで奪ってクリア。競り合ってイドッティ、ここまでいかがでしょうか。中西さん、はい、前半と比べて前線へつながりにくくなってますから、もう少しこういう風にバリエーション欲しいですね。そうですね、大きく左に開いてきました。左のスペースから狙ったが、これは決まらなかった。さあ、どのような働きをしてくれるんでしょうか。監督の期待に応えてほしいですね。エルゲラ、ミチェル・サルガド、シャマルティン、ここまでのプレーについていかがですか。はい、相手に若干ペースを握られてますけど、ここが我慢のしどころです。そうですね、うまくカットした。このボールをクリア。イドッティ、予想通りの苦しい展開を強いられていますが、中西さん、まあ、悪くはないんですが、敵も力が見えてくると思うんで、スペースにパスを出して崩したいですね。はい、見守っていきましょう。フラビオ・コンセイソン、ジダン、ジダン、前につなげられるか。これを受けて、さあこのドリブルから、ここは跳ね返します。ロナウド、シャマルト、得点後の動きですが、中西さんどう思われますか。はい、いいリズムでいけてると思いますよ。この流れに乗ってさらにゴールを狙いたいですね。はい、マケレレ、ジダ、これはクリアします。確実にカットしていきますね。うまいですね。トレッチ持って上がる、ボールをトラップ、エリア際に来た、だが得点には結びつかなかった。さあ交代で入ってきました。はい、まずは試合の流れにうまく乗ることですね。なるほど、期待してみてまいりましょう。イエロ、クルス、トロッチ、右にさばいて仕掛けるか、ロカテリ、ボールをもらってトレッチ、ロブを上げた、ジダン、通りません。フラーラ、おっと、アーリークロスだ。このボールをカット、いいところまで持ってきた。ロベルト・カルロス、エルゲラ、フラビオ・コンセイソン、ドリブルで上がっていこうというところ。ジダン、フラビオ・コンセイソン、パスか自分抜くか、トラップ、ボールは中央だ、狙って、こぼれたところ、フリーのチャンス、しのぎます。ここで試合終了。シャマルティ、これで1回戦突破となりました。さあ今日の試合ですが、中西さん振り返っていかがでしたか。実力差はかなりありましたからね、順当な結果だと言えると思います。はい、
それでは試合のスタッツを振り返っていきましょう。シャマルティン、シュート数の上でも上回ってますね。はい、攻撃を常にシュートで終わろうとしている結果だと思います。まあ、この調子を維持してほしいですね。そうですね、どうもありがとうございます。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。本日お送りいたしますのはコナミカップ、シャマルティン。今日の試合の解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中西さん、今日は気持ちよく晴れ上がりました。はい、ピッチコンディションもいいですから選手もやりやすいと思います。はい、試合前のさあ、前半戦がスタートしました。向かって左のエンドから攻めるのがシャマルティン、反対側右のエンドから攻めるのがナランフ。カウンターのチャンス、カリュー先制点のチャンス、上げてくるか、上げさせない、もう一度ボールを受けて打ってきた、なんとか当てた、ゴールキックです。カシジャス、ミチェル・サルガド、ピエロ、フラビオ・コンセイソン。さあ、チャンスになるか、タイミングはどうだ、どう動くか、ロナウド、キープして、アジャ、クリアが小さい、ガウール、セカンドボールをキープ、クリア、マイボールにできるか、アルベルダ、カリュー、エルゲラ、これをカット、スルーパスが通った、どうだ、あっと、このボールは逸れてしまった。カシジャス、ロベルト・カルロス、イエロ、前方へロングパス、キーパー抑えました。ナラン、今日の立ち上がりご覧になっていかがですか。可もなく不可もなくといったところですかね。はい、ルーベン・バラハ、カリュー、アイマール、アルベルダ、アジャラ、デジェグリーン。前半の15分が過ぎました。競り合って、激しい攻防です。うまくカットした、つないでボールを回す、ビーゴ、ロナウド、アジャ、アルベルダ、パースをつないでドリブルで上がっていこうというところ、マケレレ、フラビオ・コンセイソン、ロベルト・カルロス、右に開きます。マケレレ、イエロ、フラビオ・コンセイソン、ミチェル・サルガド、一気に前方へ送る、ルーベン・バラハ、アルベルダ、ラウール。さあ、前に何人いるか、ジダ、右を使います、右サイド、入れさせない、一旦ピンチをしのぎましたね。これでコーナーキックになりました。さあ、セットプレーのチャンスを得ました。さあ、ショートコーナーだ、狙ってきたですが、このシュートは決まりません。競り合って上はなりません。プレーオンです。前へつなげたい、受けてシャマルティン、ボールを回します、
18、先制のゴールを挙げたロナウド、これで今大会2点目。調子上げてきましたね。いやー、このボールは素晴らしかったですね。さて中西さん、先制点が決まりました。はい、チャマルティ、この時間での先制点となりました。中西さん、ここで相手が何らかの対応をしてくると思うんで、それに対してどう動くか鍵になると思います。なるほど、ここでパス、どう持っていくのか。エジェグリーン、さあチャンスになるか。こぼれ球を拾いました。手元の時計では30分が過ぎようとしています。ロベルト・カルロス、パスを回す。シャマルティン、中央からの攻めに少々苦しんでいるようですね。はい、シュートまで行かれているんで、まずは中を固めた方がいいかもしれませんね。そうですか。さあ自分で行くか。シャマルティン、フラビオ・コンセイソ、ジダン、ガウール、上がっていく。パスか、自分で行くか。倒してしまいました。あっと、イエローが出ました。ミチェル・サルガド、グラビオ・コンセイション、このボールをカット、このボールをクリア。エルゲラ、受けて、ピー、イエロー、ロナウド、前に預けてから、ルフェテ、これはクリアします。ハイボールを競り合う。フラビオ・コンセイソン、見事なインターセプト。クロトーレス、アルベルダ、ボールを回して、これを受けて、ルフェテ、ルーベン・バラ、ボールをトラップ、スルーパス、読んでいました。ロナウド、トラップして、カットして、詰めて、さあ1対1だ。しのぎます。頭でつないで、いい位置にいました。パスを回して、いいよ。ミチェル・サルガド、中はちょっと少ない、フォローが少ない。負けれで中盤押し合いして試合をコントロールしたいですね。打てますよ。大きくクリア、タッチラインに乗られました。さあスローインから、当てる相手が少ない。フィーゴ、ボールはゴール前、ナイスブロック。縦のロングパス。前半戦終了です。前半戦を終わりまして1対0、チャマルティン1点リードで前半を折り返します。それでは中西さんに前半を振り返っていただきましょう。要所要所見どころのある試合でした。後半戦が今始まりました。後半戦について一言お願いします、中西さん。そうですね、1点を追いかける展開ですけど、まずは同点ですね。まずはそこから。ありがとうございます。ロビング、ルフェテ、中に入れた、カリュー、取れた。コーナーキックになりました。中西さん、いやー、いいセーブでしたね。ナラン、左サイドからのコーナーキックになります。ショートコーナーだ。中へは入れさせません。ダウール、ジダン、さあ右サイドに展開していきます。突破させません。さあこのボールをどうするか。トラップ、大きく左へ、マイボールにできるか。ロナウド、ダウール、ドリブルで上がって左にさばいて、ジダン、ダウール、奪った、仕掛けるか。シュートを打とうとする姿勢がいいですね。いいですね。これを競り合う。ジダン、ダウール、パスか、自分に行くか。フィー、ダウール、スペースを使う、右のスペースを使う、クロスを上げさせない。ラインに逃れましたが、ここは仕方ないですね。はい、コーナーキックになります。誰に合わせてくるんでしょう。ここはなんとすぐに決めたいところです。短く繋いできた、うまい位置にいました。シャマルティ、後半の立ち上がりどう思われますか、中西さん。はい、リードしてますから、まずまずの立ち上がりじゃないですかね。はい、ロベルト・カルロス、ジダン、
ルフェテ、このボールをクリア、競り合ってジダン、ロナウド、さあかわせるか、あっと打ってきた、キーパーがっちりキャッチ、ロベルト・カルロス、ミチェル・サルガド、グラビオ・コンセイソン、ラウール、フィーゴ、ミチェル・サルガド、グラビオ・コンセイソン、パス、仕掛けるか、パスか、自分の行くか、中央突破だ、来た来た、これはクリアします。シャマルティン、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか。より一層攻めの姿勢が見えますね。さらなる得点を期待したいです。はい、イエロー、ロベルト・カルロス、ジダン、ジダン、ラウー、狙いますよ、スルーパスはコース空いてますよ、大きくクリア、シャマルティン、後半ここまでを振り返って中西さんいかがでしょうか。はい、前半とは少し違う形で攻めているんですが、得点ちょっと結びついてないので展開を考えた方がいいかもしれないですね。体に当てた、クリア、ナラン、ちょっと苦しくなってきましたね。ただいい動きは随所にあるんで、少ないチャンスをものにしてほしいですね。カルボーン、ルフェテ、時計は後半の30分を過ぎています。シャマルティン、後半半ばまでを振り返ってどうでしょうか、中西さん。はい、うまく中盤でカットできているんで、それをなるべく早く前線に預けたいですね。体を入れてくる、ララン、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか、中西さん。前線に渡るパスはちょっと少なくなってきているので、ロングボールを放り込むっていうのも一つの手ですからね。はい、運動を期待しましょう。思い切って打つことはいいことですよ。はい、次に期待しましょう。ここで選手交代、選手を変えてくるようですね。いや、いいタイミングですね。これで試合がさらに面白くなると思います。はい、繋いで下流、ララン、後半ここまでの動きはいかがでしょうか。苦しい時間が続いてますね。ここは流れを変える何かが欲しいですね。ぜひ挽回してほしいですね。ラウール、さあかわせるか、ここで再びファールがありました。ビーゴ、壁を直撃、ジダン、これチャンスですよ。アイマール、ルフェテ、受けて仕掛けるか、エルゲラ、これをトラップ、パスか、自分で行くか、激しいタックル、ルフェテ、さあかわせるか、さあボールを奪った、通りません。アルベルダ、仕掛けるか、通しません。タッチラインを割りました。選手の交代があります。中盤の守備的な選手を入れてきました中西さん。はい、守備固めか、あるいは攻守のフィードを早くするためかもしれませんね。なるほど、上がっていきます。左を使う、おっと倒してしまった。選手の交代があるようです。この交代をどう見ますか、中西さん。はい、中盤の流れを作りたいんだと思います。なるほど、いいよ、打ってもいいんじゃないですか。一旦当てて、打てますよ、ボールは中央だ。ミチェル・サルガド、ミチェル・サルガド、ラウール、このボールをクリア、つないで縦にボールが出ました。あっと、ここで試合終了の笛です。シャマルティン、3回戦へ駒を進めます。さて、今日の試合を中西さんに振り返っていただきましょう。はい、今日の試合はサッカーの面白さを非常に感じられた試合でしたね。またぜひこのカードを見てみたいです。そうですね。それではデータを振り返っていきましょう。シャマルティン、やはりシュート数でも上回った結果になりましたね。はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合を、ね、展開してほしいですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間です。今日の試合は中西哲夫さんをお招きしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けしてまいりました。それではフットボールを愛してやまない皆さん。
ットボールを愛する皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。本日お送りいたしますのはコナミカップシャマルティン。まずこの試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。シャマルティン、下馬評では有利と言われているんですが、中西さん、でも油断はできない相手ですからね、気を引き締めてほしいですね。はい、記念撮影が行われています。ベスト4をかけた試合が今始まりました。向かって右のエンドから攻めるのがラツィオ、反対側左のエンドから攻めるのがシャマルティン。おっと、倒してしまった。狙った、弾いた、ティー大きくクリア、頭でうまくカットした。ティースペースを使う、スタンコビッチピックアップして、クラウディオ・ロペスドリブルで上がっていく。これチャンスですよ。クロス、ビオール、打ってもいいんじゃないですか。負けれる、ティーグ。さあこのドリブルからボールをもらって、通りません。負けれる、ジダン仕掛けるか、スペースへ出せるか。中に上がってきている選手が少ない。コントロールしてクリア、ヘディング、パス、ここでトラップして、キエーザ、エリア際、奪った、負けれる、エルゲラ、イエロー、サーボールを奪った、狙った、ゴールキーパーがキャッチ、ミチェル・サルガド。ラツィオ立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見てるといった感じですかね、このボールをカット。前半15分が経ちました。ジダン、ジダン、ラウール、ロナウド仕掛けます。フリーのチャンス、遠目から放った、ナイスブロック、よし、ゴール。前半16分、均衡を破りました。ロナウド今大会3本目のゴールを挙げた。このまま一気にブレイクしそうですね。しかしすごいシュートでした。さあ中西さん、うまく決めましたね。いやーいい。シャマルティン、いい時間に先制点を挙げました。中西さん、待ちに待った先制点ですね。この後もしっかりと自分たちの戦い方ができればいいと思います。はい、セザール、ボールを受けてミハイロビッチ、どう動くか、コント、おっと、コント受けて、セザール、今大事につなげたいですね。見事なインターセプト。エルゲラ、ミチェル・サルガド、フラビオ・コンセイソン、前につなげられるか。前につなぎたい、ティー、ミチェル・サルガド、パスか、自分にか、チャンスになるか。ビーゴ、フォローが欲しいところ、中はちょっと少ない。ロナウド打てますよ。ジダン狙いますよ。これを決めた、ゴール、シャマルティン続けてゴール。実に素晴らしいシュートでした。さて中西さん、ボールが決まりました。このシャマルティン、さらにリードを広げましたね。中西さん、はい、ただ油断せずにしっかりとボールをコントロールして試合を支配してほしいですね。そうですね。ビオール、エルゲラ、ロベルト・カルロス、マケレレ、グラビオ・コンセイソン。さあここからどうする。ラツィオ、ここまでの戦いぶりどうですか。中西さん、はい、今日はパスワークの差が見られませんね。もう少し確実につないでいきたいですね。そうですね。当てる相手が少ない。スルーパスを出してきた、ここでカット、このボールをクリア。人に対しては抜群に強いですね。そうですね。シャマルティ、前半半ばを過ぎてここまでいかがですか。中西さん、中を切り崩されてシュートを打たれているので、もう少し高い位置からプレスかけたいですね。そうですね。シャマルティ
ここまでの戦いぶりを振り返っていただけますか、中西さん。はい、自陣でカットされることが多いんでビルドアップ少し気をつけてほしいですね。そうですね。ビーゴカバッド、これはクリアします。頭でつないでいい位置見ました。フラビオコンセイションピックアップからこれをインターセプト。もう一度持って上がる、ビーゴ右にさばいて、さあかわせるか。フラビオコンセイションここでカット、セザール仕掛けるか、中央から上がる、クロスを入れてくるか、タイミングはどうだ、右サイドからどうする、ロベルト・カルロス、ジダン、これをトラップ、パスか自分に行くか、このボールを奪って左、抜かせません。どう持っていくのか、ダウール、さあ通るか、ロナウド、ロナウド、ダウール、ジャンニケッド、しのぎます。ここで素晴らしいインターセプト、あっと、ここで前半戦終了。前半戦を終わりまして2対0、シャマルティン2点リードで前半を折り返します。さあ中西さん、前半の総括をお願いします。どちらのチームやりたいことはよく分かりましたね。なるほど。それでは前半戦のデータが手元に届きましたが、シャマルティンボールポゼッションでも上回ってますが、いかがでしょうか。試合をうまく支配できているということですね。それが結果につながっていると思います。はい、ありがとうございます。画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も試合をお楽しみください。笛が鳴って後半戦が始まりました。一言いただけますか、中西さん。有利な状況ですから自分たちのサッカーをすることが勝利につながると思います。ありがとうございます。さあチャンスなるか、そしてヘッドでつなぐスルーパス、カットします。フラビオ・コンセイソン、エルゲラ、スペースをつくパス、キエーザ、スペースを使う、うまくカットします。これを受けてここから上げてくるのか、ジダン、ロベルト・カルロス、インターセプト、大きくクリア、これを競り合う、マケレレ、ロベルト・カルロス、ロベルト・カルロス、ジダン、中盤を押し合わせて試合をコントロールしたいですね。コース空いてますよ。さあボールが出た、フリーだ、グランダーできた、クリア。足元のディフェンスがしっかりしてますからね、なかなか突破できないと思いますよ。はい、楽しいですね。ロナウド、これチャンスですよ。シュート、ゴールは決まらない。今の攻撃は非常に良かったですね、中西さん。はい、それだけちょっと残念でしたね。競り合ってエルゲラ、シャマルティン、後半立ち上がりですが、中西さん。はい、このリードをより確実なものにするためにさらにゴールを狙っていきたいですね。スルーパスはトラップして打った、必死のディフェンス、あー入った、ゴール、ガツヤ1点差まで詰め寄りましたよ、中西さん。はい、今のような感じでさらに同点狙ってほしいです。なるほど、では見てまいりましょう。ロベルト・カルロス、時計は後半の15分を過ぎました。スタンコビッチ、キエーザ、パースをつないで、エルゲラ、ダウール、ロナウド、仕掛けます、オープンスペースをつけるか、スルーパスを出してきた、ビーゴ、こぼれ球を拾いました。カバッド、スタンコビッチ、ここでパス、こぼれ球を拾った、タイミングはどうだ、シュート、キーパーパンチング、パスを回す、ジダン、小さくはたいて、フラビオ・コンセイソン、
者マルティン、後半の半ばになりましたがいかがですか。はい、少しディフェンスラインに負担がかかっているのでもう少し高い位置でボールを奪えると展開も変わってくると思います。そうですか。ボールをトラップしてロナウド、ダウール、中央突破できるか、打ってもいいんじゃないですか。このボールをクリア、シャマルティン、ここまでいかがでしょう。はい、あの前半に比べてパスが非常に通りやすくなったと思いますね。いいと思いますよ。はい、クラウディオ・ロペス、ラツィオ、後半ここまでの戦いぶり、中西さんどう思われますか。はい、前半と比較してフィニッシュまで出ているんでまだこれからだと思いますよ。はい、右に開きます、胸でボールを受けます、ビオーレ、スルーパス、時間は後半30分を経過しました。おっと、アーリークロスだ、そのままシュート、どうだ、しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。ナイスキーパーですね。シャマルティリードを保っていますが、中西さん、力関係で言えば順当なスコアかもしれませんけど何が起こるかわからないんで最後まで気をつけてほしいですね。はい、あっと倒した、ファールを取られます。壁は5枚、中西さん、ここで選手を変えてきました。はい、活躍を期待しましょう。ボールは足を狙った、期待を込めたこのシュートは決まらなかった。マイボールにできるか、ラツィオ、ここまで振り返ってどうですか。中西さん、ちょっと押されて苦しい状況なんですが、ここをしないでチャンスに結びつけてほしいですね。なるほど。前、ロナウド、トラップ、ジダン、ロベルト・カルロス、ジダン、打てますよ。ジダン、ガウール、スペースを突くパス、あっとオフサイドを捉えてしまった。どうやらモデルオフサイドのようですね。ミハイロビッチ、ババッ、このボールをカット、ダウール、ロナウド、さあかわせるか、ミハイロビッチ、カストロマ、どう動くか、ジャンニケ、ワンタッチ、見事なインターセプト、グラビオ・コンセイソン、ロナウド、ジャンニケ、カストロマ、ジャンニケ、カストロマ、ポンと左へ出して、ジャンニケ、受けてポンプ、ミハイロビッチ、カウンターになるか、セザール、ここで奪ってドリブルで上がっていこうというところ、これをトラップ、見事なカット、カストロマ、キエーザ、あっとここで試合終了の笛です。シャマルティン、ついに準々決勝突破を決めました。さあ今日の試合ですが、中西さん振り返っていかがでしたか。実力差がかなりありましたからね、順当な結果だと言えると思います。はい、そして試合終了後のデータを紐解いてみましょう。シャマルティン、支配率でも上回る結果になったようですが、中西さん、はい、しっかりとボールを支配できたからこそ今日の結果につながったと思います。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日は中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それではハイライトシーンを見ながら皆様とお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。
ットボールを愛する皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。本日お送りいたしますのはコナミカップチャマルティン未来。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。チャマルティン、実力が拮抗しているチームとの対戦となりました。中西さん、はい、そう、お互い少ないチャンスをものにできるかどうかが勝負。さあ、決勝進出をかけた両者が激突する準決勝がスタートしました。サポーターの歓声がひときわ大きくなりました。ボールが返ってきて、ミチェル・サルガド、イエロ、ボールをもらってパスを回す。ロナウド仕掛けるか、激しく寄せてきます。スクエアにボールを運びます。パスか、自分で行くか。アンブロジーニ、トラップ、そしてボールを前に、フィー、どう動くか。このパスはどうだ、ロナウド。さあ、先制点のチャンスになるか。ロナウド必死のディフェンス、しのぎます。ハイボールを競り合う、足でトラップ。フィーゴ、再びグラビオ・コンセイション、ミチェル・サルガド、カットします。大きくクリア、ロングボールを直接得ました。シェフチェル、アンブロジーニ、フィリコ・インザーグ、さあ、かわせるか。フィリコ・インザーグ、さあ、どうするのか。オープンスペースをつけるか。右サイドに開いて、先制点のチャンス、タッチラインに逃れました。スローインから、中に上がってきている選手が少ない。さあ、先制点のチャンスになるか。エルゲラ、ロナウド仕掛けるか。ミラー、立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見てるといった感じですかね。フォローが欲しいところ、突破させません。ダウール、ネスタ、受けてシェフチェンコ、どのような攻撃を繰り出すのか。ヘルベグ、パスをつなぎます。グラビオ・コンセイション、ジダン、ボールを回して、パスか、自分で行くか。ロナウド、エリアの左側、来た来た、シュート、体を張っている。一旦ピンチをしのぎましたね。これでコーナーキックになりました。チャマルティン、左サイドからのコーナーです。ショートコーナーだ。ジダン、コース入ってますよ。打ってきた、決まった、ゴール。前半22分、見事な先制点。しかし、すごいシュートでした。見事な先制点ですね、中西さん。そうですね、このゴールがチームに活気を与えてくるんでしょう。はい、チャマルティン、先制点取りました。これで硬さも取れて、本来のパフォーマンスになると思いますよ。そうですか。ネスタ、ガッドゥーゾ、ヘルベグ、どう持っていくのか。ガッドゥーゾ、どうやってビルドアップするのか。パスを回して、カットして、丁寧にパスをつなげてほしいですね。ミドルシュート、なんとか当てた。パス、グラビオ・コンセイション、ティーン、上がっていきます。大きく左に開いてきました。エルゲラ、マケレレ、ロベルト・カルロス、ミラン。前半も半ばを過ぎましたが、どうですか、中西さん。ちょっとパスのつながりに問題ありますね。もう少し丁寧に回すことを考えてほしいです。そうですか。クリア、マイボールにできるか。これをインターセプト。手元の時計では30分が過ぎようとしています。ミチェル・サルガド、ホイッスルはありません。イエロ、フィーゴ、仕掛けるか。ドリブルで上がっていく。パスか、自分抜くか。フォローが少ない。上げてきた、クロスは逆サイドに流れてしまった。胸でトラップして、さあ、かわせるか。
肩パスを入れるタイミングを探りながら回してほしいですね。ここでカット、シャマルティ得点してからいかがでしょう。イメージが残っているし、もう1点いってほしいですね。そうですね。ネスタ、アンブロジーニ、パス、マルディーニ、チャモ奪った、ダウール、ダウール、さあここからどうするのか。フラビオ・コンセイソン、フラビオ・コンセイソン、ミチェル・サルガド、フラビオ・コンセイソン、当てる相手が少ない。ミチェル・サルガド、スルーパスを出してきた。ビーグ、ロナウド、ジダン、これチャンスですよ。フィスティングで、このボールをクリア、これを競り合う状態で受けます。浮かせてどうする、胸でトラップ、タイミングはどうだ。ジダン、ビーグ、セルジーニ、ルイコスタ、さあこのドリブルから右サイドから攻めていきます。アンブロジーニ、チェフチェン、ここで前半戦が終了します。前半戦を終わりまして1対0、シャマルティン1点リードで前半を折り返します。それでは中西さんに伺います。前半戦振り返っていかがでしたか。お互い持ち味を出し合った内容だったと思います。さあ後半開始です。中西さん、一言いただけますか。リードしている緊張感をうまく試合に生かしたいです。そうですね、ホイッスルがありました。ファールのようです。ルイコスタ、インターセプト、仕掛けるか、ボールを回す、マケレレ、持って上がる、今は大事につなげたいですね。上げてくるか、しかしゴールキックになります。競り合ってピックアップして前方へのパス、ラウール、ロナウド、キープして、これはクリアします。ラウール、打ってもいいんじゃないですか。ビーゴ、打てますよ。一旦預けて、狙いますよ。中央突破で来るか、しのぎます。イエロー、パースをつないで、エルゲラ、ロベルト・カルロス、ジダン、ここでトラップして、マケレレ、フラビオ・コンセイソン、ビーゴ、中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。左へ回す、ラウール、フラビオ・コンセイソン、ロナウド、コース空いてますよ。ボールはゴール前、ロナウド、ナイスブロック、セルジーニ、シャマルティン、後半立ち上がりですが、中西さん、はい、ゴールリードをより確実なものにするためにさらにゴールを狙っていきたいですね。ラウール、ドリブルで上がっていこうというところ、さあ通るか、左サイドに開いて、ジダン、ロベルト・カルロス、ロナウド、ロナウド、ゴール、シャマルティーン、リードを広げた、ロナウド、大会通算4点目のゴールですよ。本人も大きな手応えあるんじゃないですか。シーツ、広げましたね、中西さん、はい、ただ油断せずにしっかりとボールをコントロールして試合を支配してほしいですね。そうですね、狙ってきた、体に当てた、カシガス、フィーゴ、このボールは左サイドに行きます。うまくカットした、中央突破だ、パンチング、もう一回入った、ゴール、後半22分、1点差まで追い上げた、監督の期待に応えるシュート、反撃を予感させる一発。中西さん、はい、まだまだ期待できそうです。そうですね、ミラン、あと1点まで迫りました。
中西さんいかがでしょう。この勢いのまま同点までいってほしいです。そうですね。ロベルト・カルロス、ジダン、トラップ、マケレレ、フラビオ・コンセイソン、あっと倒した。ファウルを取られます。中西さん、ここで選手を変えてきました。はい、活躍を期待しましょう。ラウール、この辺り丁寧にいってほしい。大きくクリア、競り合ってシャマルティン。ここまでの動きはいかがですか。はい、前半よりも運動量が増えているんでいいと思います。このまま最後までいってほしいですね。そうですね、見てまいりましょう。一斉に返す、この球をしっかりと抑えました。シャマルティン、通りません。リバウンド、アンブロジーン、マルディーン、ネスタ、ヘルベグ。時計は後半の30分を過ぎています。さあ同点のチャンスになるか。マケレレ、ジダン、シャマルティン、ここでカット。さあ自分で行くか。左サイドから上がる、ヘルベグ、フィリポ・インザーリ、ミラン。ここまでいかがでしょう。はい、負けていると一個し積極的にシュートを打つ姿勢を大事にしてほしいです。はい、期待しましょう。ヘルベグ、パスか自分で行くか。さあかわせるか、上がっていく。このボールをカット、エルゲラ、マケレレ、バ、ヘルベグ、アンブロジーン、受けて、チャモ、マルディーン、仕掛けるか、外から、右サイド、クリア、頭でつないで、スローインです。さあ、どのような働きをしてくれるんでしょうか。監督の期待に応えてほしいですね。フィード、ドナウド、パスか自分で行くか、ジダ、さあかわせるか、スペースを使う、ラウーフィード、スペースへ出せるか。ああ残念、オフサイドになりました。おそらくモデルオフサイドかと思います。マイボールにできるか。ロベルト・カルロス、ラウール、リバウド、ピルロ、マルディーン、縦への大きなパス、マケレレ、逃げ出して、ドナウド。さあここからどうする。スルーパスはインターセプト、チャモ、マルディーン、ヘルベグ、バ。ここで試合終了。チャマルティン、ついに決勝進出です。中西さん、総括をお願いします。要所要所光るプレーがあって目の離せない試合だったと思いますよ。ありがとうございます。それではデータを振り返っていきましょう。チャマルティン、シュート数の上でも上回ってますね。はい、攻撃を常にシュートで終わろうとしている結果だと思います。まあ、この調子を維持してほしいですね。そうですね、どうもありがとうございます。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それではハイライトシーンを見ながら皆様とお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。
ットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。本日お送りいたしますのはコナミカップサマリティン。本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。さあ、今日はついに決勝戦を迎えました。中西さん、はい、自分たちの特徴をしっかり出して、ついに優勝をかけた大一番が始まりました。サマルティン 4-4-2 のフォーメーションです。ピエモンテ、今日は 4-4-2 のフォーメーションです。ボールをもらってうまくカットした、通りません。このボールをクリア、ヘッドで回す、トラップ、ネトレとダーリ、縦に大きく出します。合わせて、あー、力が入りすぎてしまったのか。やはりシュート抜けたのがいいですね。ミチェル・サルガド、ボールを受けてパスを回して、ボールは中央、フィーゴ、サイドから中へ、このボールをカット、デルピエ、さあかわせるか、ミチェル・サルガド、ロナウド、ロナウド、見事なインターセプト、ダーリン、レトレト、競り合います。さあ、どうやって攻めていくのか。シュート、ナイスブロック、打ってきた、取れた、コーナーキックになりました。中西さん、いやー、いいセーブでしたね。さあ、セットプレー、中西さん、ゴール前うまく合わせたいですね。短く繋いできた、もう一度コーナーキックです。コーナーキックが続きます。さあ、コーナーキックから、これはキーパーがキャッチ、シャマルティン、ジダン、シャマルティン、うまくつないでいます。シャマルティン、ボール回しからどう持っていくのか。スルーパスは、シャマルティン、中盤のパスを回します。前半の15分が過ぎました。レトレト、カモラネージ、ロナウド、ジダン、上がってきた、ジダン、ラウール、どうだ、決まった、ゴール、サマルティン、見事な先制点、ラウール、これで今大会2点目。調子上げてきましたね。監督の期待に応えるシュート、見事な先制点ですね。中西さん、そうですね、このゴールがチームに活気を与えてくれるでしょう。はい、さて、画面ではただいまのゴールシーンをもう一度、シャマルティン、いい時間に先制点を挙げました。中西さん、待ちに待った先制点ですね。この後もしっかりと自分たちの戦い方ができればいいと思います。はい、リターンされたボールをフラビオ・コンセイソン、どう動くか、ダウール、仕掛けます、繋いで、デルピエ、さあ、このドリブルから、ブッフォン、ボールを回す、テュラム、タッキナルギ、パースをつないで、仕掛けるか、こぼれたところを拾って、ジダン、マケレレ、縦に出す、ダウール、フィーゴ、ロナウド、ダウール、オープンスペースを作るか、カットします、胸でボールをトラップ、ロナウド、狙ってきた、体に当てた、ダウール、サマルティン、さらにゴールを重ねていく、ラウール、今日2点目のゴールを決めました。いや、いい感じですね。またもや決めてくれた、この時間での追加点。中西さん、はい、サマルティン、この得点差をきっちりと守り抜いていきたいところですね。中西さん、ただ2点差なんですが、油断はできないんで、最後まで集中して戦ってほしいです。なるほど、フェラー、左へ叩いて、ダーリン、シャマルティン、さあ、自分で行くか、受けて、時計は30分を過ぎています。上がっていく、エリア近くまで来た、ボールは中央だ、しかし決まらなかった、
ここで追加点を奪っておきたかったですね、中西さん。そうですね、ここで相手を突き放してほしかったんですけどね。シャマルティン、ここまでいかがでしょう、中西さん。最終ラインでのパスミスは非常に危険なんで、最新の注意を払って回してほしいです。そうですね。サーボールを奪ったティーゴ、ピエモンテ。前半も半ばを過ぎましたが、どうですか、中西さん。ちょっとパスのつながりに問題ありますね。もう少し丁寧に回すことを考えてほしいです。そうですか。ゴール、シャマルティン、再びゴール。ロナウド、ついに大会通して5点目のゴールを記録しました。これ今後もかなり注目を集めそうですね。素晴らしい、中西さん。決まシャマルティン、3点差をつけましたが、中西さん。はい、これは敵が戦争をするまで徹底的に叩いてほしいですね。なるほど。ダウール、ここでパス、パスか自分に行くか。さあ、かわせるか。ダーリ、仕掛けるか。このボールは右サイドに行きます。これをインターセプト、ここでカット。ディバイ、カモラネージ、ボールを下げる。カモラネージ、カモラネージ、ネトレト、激しい当たり、ミドルレンジから狙ったが、これは決まらなかった。カシジャス、ロベルト・カルロス、大きく右へ、ミチェル・サルガド、ティーゴ、ミチェル・サルガド、これを再び裁く、ティーゴ、ミチェル・サルガド、インターセプト、パスか自分に行くか。こぼれ球を拾った、詰めて、ダーリット、スルーパスを出してきた。フラビオ・コンセイソン、ネトレト、ネトレト、デルピエール、これチャンスですよ。ピエロ、フラビオ・コンセイソン、ティーゴ。ここで前半戦が終了します。前半戦を終わりまして3対0、シャマルティン3点リードで前半を折り返します。さあ、中西さん、前半の総括をお願いします。どちらのチームやりたいことはよく分かりましたね。なるほど。そして前半終了時のスタッツですが、シャマルティンリードしていることを裏付けるシュート数と見てよろしいんでしょうか。まあそう言えなくもないんですが、この調子でいってもらえばいいと思います。はい、ありがとうございます。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。後半戦がスタートしました。後半スタート時の選手の交代はありませんでした。ダーリット、右に展開します。マイボールにできるか。フィーゴ、ロナウド、さあかわせるか。外に開くか、体に当てた。ネトレト、パスを回す、パスをつなぎます。縦への大きなパス、エルゲラ、ロベルト・カルロス、ドリブルで上がって左サイドから展開します。デルピエ、ディバイ、タッキナルギ、ボールを回してビリンデ、セカンドボール狙った、入った、ゴール。サマルティン、ダメ押しの追加点を奪います。ビーゴ、これで今大会2点目。調子上げてきましたね。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。うまく持ち込んで決めてきましたね、中西さん。シャマルティン、ここまで点差をつければ安心かもしれませんね、中西さん。はい、あとは丁寧なプレーを心がけたいですね。なるほど。カモラネージ、タッキナルディ、ネトレト、パス、ラウー、これを受けて
中央突破できるか。これはクリアします。ヘディング、シャマルティンリードしていますが、中西さん、後半の立ち上がりいい時間帯に点を取れたんで、このまま勢いも良そうですね。そうですね。ボールをトラップ、イエロー、さあ通るか、シュート、一瞬ディフェンス、コーナーに流れました。キーパーいい判断でした。シャマルティン、左サイドからのコーナーです。さあショートコーナーだ。ラウール、打ってもいいんじゃないですか。打てますよ。だが得点には結びつかなかった。これを競り合う、パス、一気に前方へ送る、ディバイ、ディーン、フラビオ・フォンセイソ、マケレレ、トラップしてファールにはなりません。自分で持っていく、ここでカット、ジダ、シャマルティ、得点してからいかがでしょう。イメージが残ってるし、もう一点いってほしいですね。そうですね。ダウー、テラ、しのぎます。イエロ、うまくカットした。トレセゲ、ディバイ、パスか、自分でいくか、エルゲラ、ディバイオ、トレセゲ、このボールを奪って、ピエモンテ、ここまでいかがですか。前半に比べると中盤でボールを奪うことが多くなっているので、改めて丁寧にボールをつないでほしいですね。そうですね。抜かせません。ピエモンテ、後半半ばを過ぎて苦しい展開が続いているんですが、ちょっと今日はチームとしてベストパフォーマンスではないかもしれませんね。そうですか。カモラネージ、このボールをカット、シャマルティ、後半半ばを過ぎましたが、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか。中西さん、前線にボールが入ってくるようになってきましたね。いい傾向だと思いますよ。はい、期待しましょう。さあこのボールを拾う、ボールはタッチラインを割りました。ピエモン、ここまでの戦い振り返っていかがですか。中西さん、はい、得点内容ともにちょっと押されてるんで、選手交代など何か新しいサッカー欲しいですね。そうですね。カモラネージ、シャマルティ、後半ここまでいかがでしょうか。中西さん、いや、積極的にシュート打ってますよね。もう少し精度が上がればさらにいいと思います。そうですね。つないで、見事なインターセプト、ミチェル・サルガド、ティーゴ、ロナウド、ロナウド、ビリンデッド、大きくクリア、ボールを回す、カットして、さあかわせるか、ロナウド、ボールはゴール前、弾いた、これはナイスキーパーでしたね。シャマルティの左サイドからのコーナーキックになります。ショートコーナーだ。クロスを入れてくるか、ビーゴ、狙いますよ。一旦預けて、イエロー、いい位置にいました。クリア、人に対しては抜群に強いですね。そうですね。どのような攻撃を繰り出すのか、フラビオ・コンセイソン、フラビオ・コンセイソン、イエロー、コース上げますよ。これをインターセプト、このボールをクリア、ミチェル・サルガド、エルゲラ、パースをつないで仕掛けるか、ジダン、フラビオ・コンセイソン、ロナウド、グレージ奪いました。中央突破だ、倒してしまいました。あっとイエローが出ました。これは痛んでいます。シャマルティン、さあここからリスタート、狙ってきた、しのいだ、競り合って、ジダン、イエロー、これチャンスですよ。ビーゴ、打ってもいいんじゃないですか。これはクリアします。ここで試合終了。シャマルティン、やりました、優勝です。さて今日の試合を中西さんに振り返っていただきましょう。はい、今日の試合、サッカーの面白さを非常に感じられた試合でしたね。またぜひこのカードを見てみたいです。
そうですね。それではデータを振り返っていきましょう。シャマルティン、ボールポジションでもリードしていますね、中西さん。うん、ボールを支配していれば、やっぱり相手の攻撃も少なくなりますからね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日は中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。We'll be right back.